何かあったんですか？厚労省で唯一の僕の味方がこの世からいなくなっちゃったみたいだよ。死因が全くわからないなんておかしな話だと思わない？登場医団を破壊。やっぱり事故じゃなかった。9人は殺されたんだよ。その調子で頑張って犯人見つけてよ。怒りと憎しみは人を苦しめ狂わせる。あの脅迫状は？白鳥さんに伝えてください。あんまり調子に乗らない方がいい。偶然が重なりすぎだよ。自分を正義の味方かなんかと勘違いしてません？ AI はいかなる罪をも暴く。誰かのシステムを狂わせた。命を捨てるな！バイバイ、グッチ。チームバチスタファイナル、ケルベロスの肖像。